泣いたのはいつ？昨日？私泣いてた昨日だ、昨日どうでやって泣いてたわ動画動画編集しててって言って泣いてたっけ。わかんない、でも怖かった。怖かったの？なんで怖かったの？怖いでしょ、泣いてたら。怖くないよ、普通だよ。そういや、普通じゃないよ。いや、思い出せないな、もうだから1週間、2週間とかじゃないよね。でも多分私見てるはずなんだよ。キャンプの前のに喧嘩した時。泣いてたっけ？泣いてたじゃん。ああ、お互いストレス溜まってたやつか。そう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 。キャンプ中とか。泣いてるよ。泣いてるよ。泣いてるよって何？泣いてる。なんか映画とか見て。あ、キャンプ中は泣いてない？うん、しんどいよ。泣かないよ、そんなないの、ないもう帰りたいみたいな。ないそれで泣くはないよ、うん、でもそれで言うと結構泣いてるよ、多分。私結構見る。あ、周平さんってすげえ泣く人なんだっていう印象があるんだけど。泣いてる俺。泣いてる。いろいろ泣いた。ね、うん、泣いてたね。ね。ね。使えないわ、人生で一番辛かったこと。大学だな。辛かったな、大学1年の頃。逆にでもよく入れたよ、ね、結構ギリギリ。マジでもない。サッカー部入りたいんですけどどうすればいいですかみたいに言ったら、夏休みにセレクションあるから、その時のセレクションをとりあえず受けに来て。え、セレクションあるのと思って。俺これもう東洋大学にさ行くことは決まってたからさ、これ落ちたら俺もうサッカー大学で やれないじゃん。確かに。このセレクションに行って、俺ら東洋大附属高校だから東洋大学の推薦枠を使わなくていいわけよ。他の高校から来る人とかはさ、サッカー部のための相手の枠が、その枠を使わなくて済むじゃん、うん、だからもうギリギリ入れたの俺ともう一人。え、牛久から行った人いんの？牛久なんだけど、クラブチームでやってて。あー、そこだ。そのなじみの小島正之助っていう。初めて聞いた。で、2人で何とか、うん、1学年15人って話かと思う。そっか。いや、その周りめっちゃすごいとこから来るの、うまいね、うん、名門校とか。え、受けてる人は何人いんの？めっちゃいたよ、100人ぐらいいたね。マジ？そっから受かったの2人だけ、俺とその幼なじみ。それ受けに来た、夏のセレクション。そうなの？逆に牛久しか受かってないってこと？牛久しか付属も入れとくかみたいな推薦枠使わなくていいのがでかかったんだろうね。ああ、なんで？わかんないの。あ、別に他の学科でもいいってことか。そう、もうだって勝手に入れるんだから。あ、そっか。だから部活に入るか入らないかだけ、学校の問題じゃない。なるほどね。ああ、そういうことね。大体そういうセレクションじゃなくて、もうこのこいつとこいつ欲しいからみたいな。先に声かけてるみたいな、大体は。そうそうそう。うちの大学来ないみたいな。そうそうそう。で、ほぼ確約がある。そう。で、一応セレクションもやっとくかみたいな感じのセレクション。だってそれがなかったらもうね、待ってないしね、プロに。もうそれで、俺受かんなかったら、東洋大牛久の高校のコーチやろうと思って。ああ。大学生でコーチやってる人もいたから。うん、いた。覚えてるよ。でしょ？そう思うと牛久に行ってよかったね。え、そうなの？全てが繋がってるんだ。で、それで、入ったから一番下手なわけよ。あ、最初ね。大学で一番下手だったのがマジで辛かったわ。練習についていけなくてさ、準公式戦みたいなのもあるのよ、うん、トップチームの試合に出れない、うん、俺だけ一回も出なかったもんね、1年生の。マジ？え、で1年の時に怪我？そう、怪我してと思っても辛っと思って、辛いから怪我でもすればリハビリでちょっと逃げられるもん。やめるっていう選択肢はなかったの？いや、もうめっちゃ言ってた。小中高一緒のやつはもう最寄り駅も一緒じゃん、通ってたから、茨城から。あ、それが小島。小島ね小島だよ、お前小島小島だよの下りのやつじゃんどういう意味？小さい島ほら、小島やん。いや、こうでしょ。あ、こうなの？これであれで、おってなかなか読まない。嘘、うん、私の会社にいたんだよ。あれで小島さん、うん、絶対その人も小島だよ。小島だよ、小島が一緒の。そうそうそう、それにずっと言ってたよ、小島小島だよ。どんだけいたの、その人は。
だからいたんだ。いない絶対。絶対その人も小島。うん、小島さんって。絶対小島だわ。勘違いしてるわ一人で。かわいそう小島さん。違う小島ね。本当に。うん。小島だよ。小島が。小島。やめないでもうちょい頑張れよみたいな。今やめんな絶対後悔するからみたいに言ってくれて何度か続けてた。あ、そうなの。そいつのおかげでもあるわだから。小島に会いたいな。お礼言わないと。いや、それでやめない選択肢がすごいわ、ね、耐えられるよ、結構俺。ああ。昔から忍耐力があるタイプ。そうそうそう。今までサッカーしかやってこなかったんだよ。あ、そっか。それをやめるんだよ。6歳からやってるから何年やってるの。10年以上やってる。15年12、13年ぐらいやってきたものさ。でも他の選択肢もあるじゃん、別にクラブチーム行くとかさ、うん、いやもうでも大学でっていうともうほぼないみたいなもんだから。ああそうなの。しかもそういう時視野狭いじゃん、もうずっとサッカーしかやってきたからさ、うん、だから死にたいと思って思いになったよ。なるほど、これ終わりじゃんみたいな。そう、人生終わりだみたいな。人生終わった。しかも通ってたからさ、練習9時ぐらいに終わって帰ってくるの12時ぐらいなわけよ、うん、11時半とかでそっから飯食って寝るってなるとさ2時ぐらいになっちゃう、うんうん、で1限あるとさ6時ぐらいに起きるから4時間睡眠とかなってる。それで学校1限から受けてまた練習します、うん、寝不足じゃん、鬱。確かに、それは鬱。しかも毎日でしょ。いや、練習が休みの日も学校5限あってさ、絶対、うん、しんど。しんどいしょ。休みほぼない。大学1年しんどいね、そう思うと部活やってる人って。めっちゃしんど。りょうたくんは全く話してない。りょうたくんは、うん、ジオンってさ、うん、2年生神様みたいな感じじゃん。ああ、ハルカおめでえと思ってた。別に4本ってなって、もうその頃は4年とか。でもまだ決まってない。有給ずっと決まってない。2月入って契約しよう。てかそうだよね。ずっとギリギリ俺大学4年の活動、サッカー部の活動全部終わっても進路決まってなかったから。どうするやつだったの。とりあえずサッカーをやりきろうって感じ。最初はそうで、ダメだったらそっからまたやり直そうみたいな。そっから、そうそうそう、なんか就職するにしろ。そうそうそう、就職っていう選択肢なかったね、俺の。ああ、まあそっか。そしたらトレーナーとか、体系。そう。就活は一切してない。信念すごいわ。ね、今思うとね。そんな信念と思ってやってたわけじゃないけど、当時は。けど、もうそれしかないでしょ。っていう、自分の中で。そうそうそう。今考えると信念強いかも。強いよ。私できないと思う。それ、それとなく大学も行ってさ、それとなく卒業して、普通に就職して、って感じ。逆にそうやってさ、やってきたこととかやりたいことが一貫してるから、うん、そうできたんだろうけど、ね、そう。それしかないと思ってたから。それはすごい。どうすんだろう。私もうちさ、大学3年になってさ、もう一回就活かってなったら同じ会社選ぶのか。選ばないでしょ。なるほど。今の知識とあれがあったらもう不安でさ、決めちゃうっていうのもない。結構就職しなきゃみたいな、なんか固定観念で。しかもめっちゃ早かったんだよね、決まったのが。大学3年の2月とかに決まったの。それが早かったから受けてたの。そしたらやっぱさ、受けなくなるじゃん。もう内定もらってるからさ、別にそんな手当たり次第受けなくても。なるほどね。やりたいことも得意ないって感じだったから。ってなったら結局やっぱ頑張らなくないの、人間って。名前の知れた会社だし、まあそこで、ね、保険があるならいいかみたいな。そう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 。って思ってやってたら、他全部落ちたんだよね。まあ言うて多分3、4社しか受けてないけど。入ってなくなるな。二次試験とかで落ちたから。なんで1位の伊勢丹じゃなくてうちなんですかって。やっぱちょっとかねえなって思ったよね。むずっ。土木系は絶対向いてないから。向いてないこともないと思うけど、そのバランスが取れてるやつがいいかもね。そう思ったらあれは合ってたのかな、私の最後の仕事は。うん、合ってるの。人にも会いつつ、その作業にする。お菓子食いすぎだよ、さっきから。え、無意識。何だっけ。せんべいとかグミから始まる。氷入れる。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけん、ポイ。チョキを出すことはもう知ってる。ずっとチョキで負けてるからね。じゃあもう一回じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけん、ポイ。はい、行くでしょ。えぇーい。これでレモンサワーですから、また明日頭痛い。なんでレモンサワー買うの。美味しいから。キリンの麹レモンサワーだったんだ。これ美味しいの。うん、しかも、うん、7%なんだけど、うまいです。バイバイ。バイバイ。